ケンタンと一緒。皆さんこんにちは。もうこんばんはかな。寒いけど風邪ひいてませんか。今日は2月3日、そう、節分の日なんですよね。皆さん豆まきとかやってるのかな。うちの近所の神社で豆まき大会をやってましてね、すごい賑やかにやってました。あと恵方巻き、これもね、その年によって方向を見て全く喋らずに飲み込むじゃないけども、一回やったことあるんだけど、むせちゃって口から恵方巻きをぶちまけたことがありました。それ以来食べてません。いろんなね、風習があるとは思うんですけども、どうかな、皆さんはどういったことを思って豆まきをやるんでしょう。鬼の里福岡福内っていうけど、どうなのね、誰に投げちゃおうかなと思うと油断せんよね。なんて切りないぐらい投げたい人もいるけどまあ冗談は置いてきまして、昨日は31日はパルテノン玉ファンキーフォックスコンサート無事終了することができました。本当に皆さんの温かい声援、そして愛のおかげで終演できました。で、カストリックさんですね、カストリックスとももう本当に久々のコンサートで、まあ、半分懐かしさもあったり嬉しさもあったりね、感慨深い時間でもありました。来てくださった皆様、何が一番よかったそうかな、アンコールで君にデジャブをやったんですけども、スキャンダルとか君にデジャブ、ファンキーフォックスの代表作でもあります。で、本当に皆さんが笑顔で手拍子をね、いただいているところを見たら本当に嬉しくて、涙が出そうになったぐらい嬉しかったですね。やっぱりこう約30年近い活動、ユニットを組むとなんかこう事故があった時にお互いでフォローができる良さもあるというのをね、確認して、そんなこともカストリックスとお話ししてたんですけども、また皆さんね、どっかでできたらいいなと言ってくださってありがたく思っております。私個人的には次は3月25日密会です。今度は密会モールで行きますよ。暖かくして皆さん寝てくださいね。密会よろしくですよ。